おー、ちょっとミスった。ミグ、ミグ、ミグが死ぬ。おっと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 、オッケー、引っかかった。危ねー、ギリギリだった。オッケー、わ、最悪や、抜けちゃった。ちょっと待って、ちょ、ケジュアルゲームやくさ、あ、やってきたと思います。今日はね、ロストアイランドを一人で遊んでいきたいと思います。まあ、いつもね、あのね、キングダムワークっていう感じで16人でね、あのマルチプレイしてるんだけど、今日は特にね、あのみんなで集まる予定とかがなかったので、一人でね、まあ、自分の欲しい恐竜とかをテイムしていきましょう。ちょうどね、あの年末年始イベントだからね、イベカラーがあるから、できればグリフォンの高レベルが欲しい。あー、やばい色がいる。ちょっと待って、あれ、グリフォンじゃね。45、うん、これアルゲンだ。うん、一瞬グリフォンかと思ったけどアルゲンだって、これ。うん、全然アルゲンだったわ。何このイニシエのトラップ。イニシエのなんか5、6年前のサバイバーのトラップじゃんこれ。なっつ、これこういうトラップ懐かしいよな。とりあえずじゃあ、ね、赤クレート取って右上の島行くか。もう一個のスポンポイント、伝統の一品。確かにあれには俺もね、助けられたよ。いや、ほんと古き良きトラップだよね、あれ。めちゃくちゃ俺も使った。懐かしすぎる、あれ。なんならワイバーンもあれ系だったからね、俺最初。ちょっと待ってね、スタミナ回復します。スタミナ回復します。てかね、ワンチャンさ、今さ、生身で襲わ。グリフォンだね、これ。あ、これグリフォンじゃね、これ。グリフォン、あ、グリフォンいた、グリフォンいた。オッケー、ちょっと待って、グリフォン捕まえるわ、とりあえず。オッケー、オッケー、オッケー。とりあえずトラップまで連れていこう。うん、これグリフォンだ。これグリフォンだよね、これ完全にね。いや、グリフォンでしょ、これ。でもなんか、みんな、グリフォンわかんなかったら、画像調べるといいよ、アークの公式で。大体これ、うん。あ、大体、あ、これグリフォンでしょ。うん、あ、これグリフォンじゃん。え、グリフォンじゃね、これ。騎乗打ちできないタイプのグリフォンだね。そうだよね。騎乗打ちできるタイプのグリフォンと、できないタイプのちょっと太ってるグリフォンがいるから、これは騎乗打ちできない方のちょっと小太りのグリフォンだね。150はちょっと見逃せないな。まあ、別になんかさ、他人のさ、あれ、グリフォンじゃなくて、アルゲン、ちょっともう頭混乱してきた。何がグリフォンで、何がアルゲンか、もう頭混乱してきた。はい、オッケーでーす。はい、オッケーでーす。はい、オッケーでーす。いった！え、殴った！最悪お前！柱に俺とプテル頭バチコンぶつけたんだけど！いった今、絶対おっきめのタンコブできたわ。よいしょ。はい！オッケー！オッケー！ミケ大丈夫か？じゃあおらー！うぅ！あれー！おー、人間様のトラップに引っかかる。鳥頭の鳥、オリュー。あ、痛い！ごめん！クソがよ。しゃあ、150グリフォン、なんだっけ、アルゲンだっけ。もうなんか自分でも何の恐竜を手にしているのか、もうわかりません。何の恐竜を私は今手にしているんでしょう。全くもうわかりません。お、血出てるよ。大丈夫よ、これ。大丈夫これ。オッケー！よっしゃあ、ほら！ふっ！ギリやった、危な。それではステータスチェック、行かせていただきたいと思います。久々にあれだな、デュードゥデックス開くな。レベル150のグリフォンじゃなくて、アルゲンじゃなくてグリフォンね。アルゲンって検索しながらグリフォンっていうのマジむずいんだけど。それでは見ていきましょう。まず HP が2044、ポイントは23ポイント、スタミナが860、23ポイントで、重量が、592で24ポイント、メレが225で25ポイント。うん、平均的だな。まあ、伸びに期待って感じ。ちなみに食料値がなんかちょっと若干高いな、8200。食料値31ポイントいただきました、ありがとうございます。神個体でした、ありがとうございます。神個体でした、ありがとうございます。一番食料値高いです、ありがとうございました。神個体でした、さすがだな。やっぱこんだけ健康的な体してるから、そら食料値上がるよね。そういうことだよね。うん。よし、よし、いいぞ、いいぞ、これでいけんじゃないか。これ多分いけそう、いけそう、いけそう、いけそう。7、8、9、カモン！ほう！ナイスー！はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ほう！オッケー。はい、防護柵は拾っておきまーす。来たー！戻ってきたー！お客様の中にスマブリの方いらっしゃいましたら、お願いしまーす。グリゲンタビスにしとこう。もうよくわかる。頭が混乱する名前にしておこう。
俺毎回めんどくさくてさ、スマブリダウンロードしようとしてダウンロードしないから。でも最近はもうマルチプレイやってるからさ、メインがみんなが持ってるからいいやってなってきてる、正直正直俺そう思ってる食糧値45。はい、神答え来た。ちなみに重量とスタミナいかほどですかね。お、重量36。優秀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 。重量36は優秀。いいよいいよ。スタミナ34。あ、悪くないね。ああ、最低限じゃん。うん、大丈夫大丈夫。目で39。どこでその筋肉鍛えてきたんだよ。いい感じ。あ、スタミナ1000あるもん。いいね。重量も688。目で350。あ、HP も3000超えてる。優秀だね。いいですね。あ、これ篠マクロプスのメレ個体 516% を塩くんが捕まえてきましたもうさ、もうバカみたいなメレじゃねえかよ、篠マクロプスなのに。頭おかしいじゃん。52ポイント。いいのもらって。おどーす、塩パワーっていう名前のあれにしときます。これ塩くんからもらったメレ個体だから。それじゃあそろそろあれですかね、グリフォンに行きますか。ゴーゴー。それでは東の大陸でグリフィンを探しましょう。ちょっと待って、イベカラーのグリフォンだ。やばい、真緑。頼むぞ頼むぞ頼むぞ、た、頼む。だっさいどし許容できないこのレベルは。うわ、めっちゃイベカラーだって。ほら、まあ、ブリーディングできるんだったらテイムしてもいいんだけど、120だったらな。マジかよ。なんでだ、抹茶クリームフラペチーノ。あー、そうだよ、めっちゃいい色だったのにな。イベから150欲しい、イベから150欲しい、欲しい欲しい、絶対欲しい絶対欲しい欲しくてしょうがない。あ、で俺あのテイムしたら、あのイベからあの高レベルグリフォン持ってないザコオリュってやるんだ、みんなにずっとそういう横島な気持ちで探してます。その横島な気持ちがもしかしたら高レベルグリフォンが出ない原因かもしれませんが、その横島な気持ちは今僕は捨て切ることができません。みんなに、え、上からのグリフォン持ってない雑魚いんのってやりたいんです、生放送でみんなに対して。ああ、くそ、そうしたいのに全然いないんだ。お願いします、ヘガニオ。はい、どうでしょう。ああ、まあ高レベル、あー、まあ、くそ、ノーマルから。でも大丈夫、まあ145だし、まあまあこういうこと。ああ、見せちゃったか、勝ったな。風呂入ってくるわ。あー、勝ったな。ロロロロロロ、急いで紙トラップを作る、急いで紙トラップを作る。よし、カムカムカム、オッケー、行こっか行こっか行こっか、オッケーオッケー、カム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 、いと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 いボーレクは何も生まないよ。ボーレクはやめて、ボーレクなんて何も生まない。ちょっと、うわ、なんか、やばい。あ、やばい。ケム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 。やばいやばい。ミグやめた方がよかった。ちょ、歩きの方がよかった。ミスった。おー、ちょっとミスった。ミグ、ミグ、ミグが死ぬ。おっと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 。オッケー、引っかかった。危ねえ、ギリギリだった。オッケー。わ、最悪や。抜けちゃった。ちょ、待って。ちょ、こいつ、神社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 。クソかよ。でくるんって回るじゃろ。え、なんでこれ、え、これさ、トラップ間違えてるよね絶対。これ絶対トラップ間違えてる。これ多分トラップ間違えてんぞこれ。これ違くねこれ。これアルゲン用。あー、なるほどね。あー、だから入らねえんだ。入るわけねえよ、アルゲン用に。でけえから。それを入らない。で、これですね。これで大丈夫ですと。OK? これで入んじゃね ?OK。OK でーす。はい。酸素値いいんだろうな。ここまで手こずったんだから酸素値いいんだろうな。神トラップ2021が出て、沼るはずのないこれで沼ってしまったからな。こいつマジで手こずったな。グリフォンでこんな手こずったのマジでやばい。超久々だぜ、こんな手こずったの。ちゃんとトラップ次から見よう。完成図を見れば大体思い出すんだよね。ああ、はいはいはい、みたいな。オッケー、ありがとうございます。レベル145ですね。
超高レベルですよ。これ HP 高いんじゃないこいつ。382。あー、平均以下だね。うわー、13ポイントスタミナ。ゴミ個体なんだけど。ゴミ個体すぎる。ゴミ個体すぎる。半端ねえ、この個体。おい、ちょっと食料、本当に食料値個体だぞ、これ。食料値、34ポイント。半端ない、こいつ。重量386、18ポイント。これさ、無駄にしたポイント3ポイントで、食料に振りすぎて、スタミナ全く振ってないんだけど。おい、これやばいぞ。こいつ、神個体だ。食料値、ガンブリの神個体だ。やばすぎる。え、これ嘘じゃないよね。あ、382だった。いやー、やっぱ。ちょっと羊しばいてくるわ。あべ、みんな見ててくれた。あ、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。見てくれてたんだ。何してんの？何してんの、これ。何してんの、なんか置いてる。なんか、何してんの、この人。とりあえず、グリフォンさんの餌入れていきたいと思いまーす。さあ、どこまで行くかな？どこまで行くかね、スタミナがね。スタミナどこまで伸びますかね。オッケー、テイム完了です。お前長かったな、グリフォン。あー、これは500。あ、ちょっと待って、一番大事なお前の長所である HP がマジ伸びてない。あ、一回帰ろう。あ、みんななんか高レベルのグリフィン持ってるやついる？あ、持ってないやついる？マジで。あ、やっぱグリフィンだよな、なんか。でもお前んちのグリフィンスタミナ低いじゃん。まだわかんねえよ、これ。これワンチャン、45ポイントとか来るかもしんないよ、スタミナ。ワンチャン来ちゃうかも。あ、やべ、もうスタミナない。あ。あれ、これ、やべえな、これ。あ、これスタミナ低くね、こいつ。スマートブリーディングお持ちの方、ポイントはですね、お願いしまーす。いやー、どんくらい伸びてるんだろうな。どんくらい伸びてるんだろうな。ちょっと待って、食料44。おい、クソグリフォン、スタミナ27。ああ、食料44だって。最高だぜ。最高個体だな。しびれるぜ。食料44、スタミナ27。もう27とかさ、あれじゃん。テイム前に、ああ、どんくらい伸びるかなって期待する段階じゃん、高レベルの。27は野生でも期待薄。ほんとやで。ごくつぶしやばい。ごくつぶし。もうごくつぶししかなくね、これ。ドクトリさんのごくつぶしでいくだろ、これ。はい、じゃあドクトリさんのごくつぶしでいきましょう。もうちょっと悪口じゃん。ちょっと悪口じゃん、もう。食料値と酸素値以外伸びない件について。ドリー、だから公式のなんか、バグのなんかあれに問い合わせようかな。なんか全然なんか、食料値と酸素値しか伸びないんですけど、みたいな。お疲れした。バイバイ。